こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐしみです。今回の企画はこちら、星の差こそ至高、みんなのベスト先輩後輩 BL。 イエーイ、星の差って最高、はい、イエーイ謎テンションで始まったんですけどもいやこの先輩後輩っていうね、先輩かける後輩だったり、後輩かける先輩だったり、いろいろあると思うんですけども、年の差があるからこそね、燃えるポイントはもう数多ありますの で、 そうです、ね、ちょっとそこにフォーカスして今回紹介させていただきたいんですけども、先日ソムリエのアカウントの方で、はい、X ですねのアカウントで募集させていただいた皆様のおすすめ先輩後輩 BL、はい、をたくさんお寄せいただいて、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。でその中からも、はい、特に皆様の声が多かったものというか、はいはい、やはりこれなんだなってものがたくさんございましたの で、 で、ね、ちょっとそちらを今回の動画で紹介させていただきたいと思います、はい、それではやっていきましょう。はい、それではまず1作品目はこちらです。鈴丸ミンタ先生の宝のビードローです。あー、はい、こちらね、はい、今年のチルチルの BL アワードにも、うんうん、あの名前を連ねておりまして、いや本当に、はい、いや結構ね読まれた方がかなり多いのかなっていう作品なんです。この表紙もね見覚えがある方多いのかなと思うんですけども、あの表紙の通りの爽やかさというか、はいはいはい、この青春感だったりとかがモリモリで、はいはい、さらっと読めるんですけど心にずっと引きずっちゃう感じもあったりして、余韻がそう、はい、いいですよねそれが。いや、まあ、あらすじをちょっと簡単に説明しますと、攻めがこのタイトルにある宝っていう先輩なんですけど、はい、あのクーデレです。クーデレ、あークーデレって属性本当に本当にいいんですけどクーデレのしかもイケメンっていう、はい、いいですね、てめえの宝先輩がおりまして、はい、で受けの方がこの表紙でひょこってひょこっているこの可愛い大進くん、大学にね入ってきた新入生の子なんですけど、はいはい、博多弁喋るっていう、はい、あー方言ないし、いいですよ、いいですね、そこも最高で、まあ、あとはこの作品の中でもちょっとキーポイントになる大進くんの目がすごいキラキラしてる感じだとかも、うんうんうん、さすがなんかこう鈴丸ミンタ先生の絵柄で見るとね、より引き込まれるというか、そうですね、もうあってキャラクターのその見た目だけでもだいぶ妄想がかきたてられて、いい本当に最高なんですけどあの山登りサークルが大学にあって、はい、そこにもともと行った宝先輩と、宝先輩に会うためにその大学に入学した大進くんっていう、はいはいはい、もうこの先輩を追っかける後輩っていう図が完全に完成されている素晴らしいスタートだったんですけど、なんか大進くんが昔ちょっと落ち込んでた時に偶然本当に通りかかって、まだ他人とか知らない間からだった頃に宝先輩に慰められて、その先輩にまた会いたいって思って大学に入学するっていう、もうなんかピュアだし一途だし、大進くんそれを素でやってるっていうのがすごいやっぱ純粋さが出ててなんか天然なキャラクターでもあるので、うん、でも本当に心から それがしたいと思ってやってるんだなっていうのもすごいわかりますし、はいはいはい、なんかそれを受けて宝先輩の方はすごい、宝先輩って意外と冷静っていうか、うん、常識人なところ、うんうんうん、なんかちゃんとしてるところがすごい多いなって思うので、はいはいはい、その天然さを後輩からぶつけられて、でもなんかそれに簡単にほどされるわけじゃなくて、うん、ちゃんと自分の中でこう芯を持ってるところも宝先輩の魅力だなって改めて思ったので、なんかキャラクターの性格とかが立ってその2人がこういい感じに交わってるからこそ、この宝のビードロの世界がすごいキラキラして爽やかって思う結果になったんだろうなってちょっと改めて読み直してね思いましたね、はい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 、私この単行本読んだ時に衝撃受けたんですけど、あの書き下ろしで初位置入ってるんですよね。おー、私それをなんかあらすじのところにも書いてあるんですよ、なんか書き下ろしで収録みたいな、はいはい、あるじゃないですか、なんか初エッチを収録とか書いてあるじゃないですか、なんかそれをこうあらすじをもうこう後ろにさらって書いてあると、はいはい、目ん玉飛び出るぐらいびっくりした。はいはいはい、初エッチってことは本編ではないってことじゃないですか。そうですね、なんかそれも、まあ、珍しいっちゃ珍しいっていう作品だと思うので、うんうん、ただエッチがあってもなくてもなんかこの2人には囚われてしまうし、先輩後輩っていうこの年の差をこう、 うまく生かした2人のこうなんか言葉にできないような名前のない感じの関係性とかもね、この作品で結局まとまっていくので、はい、一冊まとめてパッと改めて読みたい作品だなと思いました。
はい、続いてご紹介するのはこちらの作品です。はい、しっけ先生のピンクハートジャム上下巻です。はい、こちらもね、あの今年の BL アワードに受賞していた作品かなと思うんですけれどもあのこちらはですね、大学のバンドサークルの先輩後輩同士になります、はいはいはい、で、まあ、一見これどっちがなんか攻めかな受けかなってなると思うんですけど、ビジュアルがいいこちらタバコを加えてる、こっちが先輩でね、こっちが受けなんですよね。こっちが、はい、大学4年の、受けのかなえ先輩ですねでこっちが後輩で、攻めのハイガ君って言うんですけれどもあの後輩のこのハイガ君がですね、大学1年生で入学してきてバンドサークルの演奏を見た時に、あのこのかなえの演奏、かなえ先輩の演奏に一目惚れしてしまいまして、はいはい、かっこいいなと思っていたところ、あのある時ですね、飲み会の帰りにちょっと罰ゲームでなんかエルフに行けみたいなことになりましてハイガ君が、でそれとは関係なしにちょっとハイガ君は自分のセクシャリティの問題で悩みを抱えてたんですよ、ずっと高校時代からで自分のそのはっきりしない性的思考を確かめる意味でも、あのちょっとゲーム系のそのヘルスにじゃあ行ってみようということで一人で行って、偶然入ったお店で出てきたキャストさんがまさかのあのかなえさんでしたっていう、タコヘルで再会して、それでまあなんかいろいろその先輩にセクシャリティの相談を乗ってもらっていく中で、だんだんこう2人の間になんかいろんなこう気持ちが芽生えていって、なんかじわじわ恋をしていくようなお話になってるんですけれども、いやみずみずしいですよねなんかそのまあ2人がそのいつも会う場所は空間はヘルスだし、まあヘルスってことはエッチなサービスもしてくれるんですよ、かなえ先輩はいろいろ、そうなんかエッチしながら話しながらっていう、なんかちょっとだからそのエッチ展開はいろいろあるんですけれども、やってることは2人ともすごい、てか気持ち面ではすごいずっとピュアなので、なんかその2人がこうどん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 お互いのことを知って、最初のうちは結構そのやっぱかなえ先輩の方が経験豊富だから、あの結構そのなんかこう愛護くんが翻弄されっぱなしの感じなんですけ ど、あのだんだんその一途さだったり純粋さで、やっぱおせおせ年下ワンコなので愛護くんは、なんかそういう面にだん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 こう逆にかなえの方がかき乱されていって、下巻になるとなんかどん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 かなえ先輩可愛くなってくるんですよ。わあ、上下巻の醍醐味ですよね。いや本当にいいですよ、2人の関係性がガーって変わっていく感じがそうなんですよ。で、あの私すごい下巻のなんか好きなシーンがですね、はいはい、あの飲み会に参加するんですけども、で結構2人あの友達以上恋人未満みたいなこう空気感がちょっと出始めてるぐらいの頃で、で飲み会でちょっとかなえがその同級生、この4年の友達同士で抜け出して、はい、あのいろいろその配学に対してどういう気持ちを持ってるのかみたいなのをポツポツ、相手は明かさないんですけど、あの友達にこういろいろ相談していく時のかなえ先輩がめちゃめちゃ可愛くて、すごいあのもうめっちゃ可愛いコマ、可愛いセリフがあるのでちょっと本当にそれは見てほしいです。皆さんこのあのピンクハートジャムをですねお寄せいただいた方もやっぱそういうところがちょっと刺さってるのじゃないのかなと思いますのでぜひちょっとそれは、ね、あのコメントに教えてくれると嬉しいです。私もこれ大好きな作品なのでちょっとご紹介できて嬉しいなと思います。まだ読まれてない方はもう本当に今すぐ読んでほしいなと思います。素敵な先輩後輩 BL です。最後に紹介する作品はこちらです。夏野ひろこ先生の25時赤坂でです。いやー、はい、こちらもね今年の BL アワードで結構複数部門受賞があった、はい、もう名作、激人気作の大名作だなと思って、とんでもないですよね。いやでもこれもそうですよね、先輩後輩ですよね。そうですよ、このリプにねお寄せいただいて、うわそうだよねもうやっぱり思いました、はい、本当に。ではシリーズでね、はい、もう4巻そうですそうです、ね、続いている、はい、な長編なんですけども、はい、じゃあ最初にまず簡単に1巻のお話を紹介させていただきますと、はい、表紙にいる攻めの葉山麻美さんと受けの白崎由紀くんがいて、はい、2人とも俳優のお仕事をやっていて、はい、で麻美さんの方はもう大人気俳優、うんうん、イケメン俳優って感じ で、はい、で受けの方の白崎くんはこう新人俳優でまだ名前も売れてないし、ね、お仕事もそんなって感じなんですけど、この1巻の中でこう2人が同性愛ドラマでこう共演することになり、うん、ちょっとその演技のお勉強のためというか、うん、実際に演技をしていくためにその白崎くんが
演技プランがちょっとわからないみたいな感じになって、ね、それを学ぶために、はい、その相手役としてあさみさんが名乗り出てくれ二人の関係が始まるみたいなところからなんですけど、そうですね、まあそのね、その始まり方も今かなりはしょりましたけど、もうちょっとちゃんとエモいのでエモいのでちょっと読んでいただきたいですし、です、ね、はい、芸能界 BL これぞって感じだなってやっぱり読み返すと思いますし、二人ともやっぱ花がありますし、うんうんうん、なんかこれその先輩後輩でしかも再会 BL でもあるじゃないですか、映像研の先輩後輩なんですよねこの二人ね。そうなんです。でそのもう早くから羽ばたいていたあさみさんを覚えてながらも自分はなかなか鳴かず飛ばずの日々を送っていたゆきくんが同じところにこうね登ってきてっていう、いやこの、ね、感じもエモいし、はい、なんか夢を叶えていってる2人だなっていうのを思うので、うんうん、シリーズとして読むことにめちゃくちゃ価値が感じられるというか、そうですね、でこう2巻3巻と進んでいくうちに、うん、なんかまあ他の魅力的なキャラクターが出てきたりとか、うんうんうん、この2人の関係をねちょっと引き裂くのではみたいなキャラクターが出てきたりとか、うんうん、で出てくることによってこの何でもできそうなあさみさんの普段は見せない嫉妬みたいなのが出てきたりとかもめちゃくちゃ良かったですし、大きくなぜてしまったいや思い当たるね場面が多数あるので、そうなんですよ、素晴らしいし、あとこの二人そのセフレみたいな関係からこう進んでいって、はい、あの今現時点のこうストーリー進んでいったところではこう同じマンションに住んでたりとかもあるので、この二人のお仕事面でも悩みを共有したりとか、はい、なんかもうこの二人じゃなきゃいけないんだなっていうのが確立されていってて、そうなんですよね、なんかこうあさみさんってすごいひょうひょうとしてるじゃないですか、うん、でなんかそのなんかこうひょうひょうさを誰も崩せないけど、ゆきくんは結構純粋でもう直球投げてくるから、確かに確かに、唯一その彼をなんかこうの本音を引きずり出せる相手だと思うと、もうなんか、うんうん、ここしかないですね、そうこの二人しかない結ばれるべくして結ばれたって本当に思いますし、で先ほどねあの過去の話もありましたけど、はいはいはい、最新のね、はい、4巻になると、ね、この2人の大学時代のね、はい、過去編というか出会い編があったりもして、お二人が同じ映像研の仲間だった人の結婚式のために帰省するっていうところからちょっと過去の話に流れていってっていう感じなんですけど、この大学3年生のあの浅見さんと当時1年だったゆきくんのこの関係性っていうのがこの4巻まで来るまでに見てたあのラブラブっぷりとはまた違う、はい、そうですね、はい、また違うその2人の関係性が改めて見れて、なんか4巻シリーズ通して読んできて、はい、4巻っていうタイミングで転出してくる感じがまたいいなって、いいですよね、本当にもうなんかシリーズ通して構成がもうなんか全部素敵で、これあらすじにも書いてあったんですけど、はい、この大学時代2人がちゃんと話したのは一度きりっていうのをエモエモなんかそのね一度きりも結構なかなかいやそうでしたよ ね、 そうですよね、だけど話したのは一度きりでもお互いのことを見てたのはそんな、そんなことはないっていう感じがもうこの25時のこの世界観を形作って続き読みたすぎてもう気が狂いそうもうちょっと話してもうなんかずっと喋ってられるからそうなんですよ、そうなってしまうので、これもその先輩後輩 BL としてね、先輩かける後輩じゃないですか、はい、だけどちょっと対等な感じがするっていうのもそうですね、この作品の魅力で、先輩だからグイグイ引っ張るとか後輩だからただ可愛いとかじゃない、うん、なんか2人ともお互いにこう足りてないところもなんか埋め合ってる感じだし、ゆきくん結構物おじしないからそれも大きいですよね、すごいですよね、いいと思う、そのゆきくんのことも絶対可愛いし尊敬もしてるんだろうなっていう2人の関係性が改めていいなと思ったのでね、この皆様のせっかくリプでいただいたので今回も紹介させていただきました、ぜひまだ読んでない方はシリーズ通して読んでいただきたいです。はい、ということで今回は皆様からいただいたおすすめの先輩後輩 BL を紹介させていただきました。本当にありがとうございました。もうどれも本当に素敵な作品で、ね、もう何回でも読み返したくなるものっていうのも本当にたくさんありますので、やっぱ人気作だから読んだことあるって方でもまた読んでいただきたいですし、はい、タイトルとか表紙は知ってるけどまだ読んだことないって人はもう間違いがないのでね、結局人気ということは
はい、なのでもぜひ手に取っていただきたいです、はい、でまたねコメント欄でも皆様のベスト先輩後輩 BL あればどんどん教えてほしいので待っております、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今回紹介させていただいた作品のてるてるの紹介ページを概要欄に貼っておりますのでぜひそちらからチェックしてみてください。そしててるてるソムリエのアカウントの X のアカウントの方ではまた皆様のおすすめ BL を随時募集しておりますのでぜひそちらもお寄せいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。それではバイチルー。